リカスタポッドキャストようこそ。リカスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろがマウントビューの Google 本社から二人でお届けします。はい。ということで来ました。お疲,お疲れ様でした。したいや、リアル撮影初めて。 ゆかさんちで前、おりさんと3人でしたけど現地速報的な <laughs> <す> <laughs> のは初めてで今、はい、グーグルの本社に来ております、えーと。2日間、結構いろんなスケジュールがありまして、うん、昨日はまはあ、キーノートというかいろんな発表を聞く時間があって、はい、その後製品を全部。 並べられていたりとか、うんはい、デザイナーの方とか PM の方が直接、製品をデモしてくれるっていう時間があったりして、うん、で今日はなんかそのチームの人たちがまた来てくれての製品とかデザインとかデザインの話とかもうちょっと詳しく教えてくれたり、うんはい、Q&A 答えてくれたりみたいな感じで2日間過ごしておりました。うんはい どうでしたか朝廣、はい、さん、初めての発表会は。<laughs> あそうですね、まあ、とりあえず無事に、ね、間に合ってよかったっていうのがま <laughs> まずありますねで初めてだったんですがカメラも、ね、由香さんの今回カメラマンアシスタントとして参加させていただいて、ね、ちょっとね照明の具合が中と外とかグーグルさんの建物結がガラス張りで確かに光がすごい入ってき、ね、たりしてこなかったりホワイトバランスとかめっちゃ難しかった,難しかったので、まあ、ちょっといろいろ反省 点はありつつですね。<laughs> 反省点のリストはもう作ったり、ノートがあります。ありますけれども。<laughs> はい、でも楽しかったです。いろんな方にお会いできたし。そうですね。すでは、あの速報動画みたいなのも一本出しましたけど。うん、その時も、やっぱ一人でいると。なかなか撮れないアングルとか、やっぱり自分が写ってる。のが。撮りにくいので、うんうん、そういうのが結構カットとして。入れられたので、なんかそれを見て。 あのちょっとマニアックな感想をくれる視聴者さんなんか、あ今回はさひろさんがいたから、いいカットがありました,みた,、はいた。ありがとうございます。感じで、言ってもらえたりしたし。まあいつもの私が一人でてんやわんやしているよりも、うんうん、あの元気だったし、私も。テンション高かっ,かったよかった、ゆかさんテンション高かった。そうテンション高かった、大事な大事。じゃあ受けましたね、あの、<初>の編集してたら、なんか、え、声でかみたいな。<laughs> 今回、いつもね、ゆかさんは、あの、声が若干小さめなので、いつもね、あの調整。 するんですけど、今回はあの下げたあのグイッと下げました。かなり下げました。<laughs> そうでもあのちょっと弁明すると、はい、あのピンマイク引っこ抜いてなんかカバンの中に入れてたらちょっと若干壊れて <laughs> あのそのまんまのマイクでやってたんでちょっといつもより音質が違ったかもしれないです。はい、そう、はい、そういう感じで本当にバタバタしましたけれども、うん、あの楽しく。 はい、いい感じになっできたんじゃないかなと思います,す、えー、じゃあちょっと発表内容というか製品についてもちょっと軽く振り返りそうでをしようかなと思うんですけどまずピクセル9シリーズが9と9プロプロ XL と2種類大きさがプロシリーズが出てあと9プロフォールドという、ね、折りたたみ<え>これもフォールドが2世代目だと思うんですけど、うん めちゃめちゃなんか薄くなっててすごく洗練された感じだと思います。はいうん、ベゼルもめちゃめちゃ薄いしっていうのがあったりとかあとピクセルウォッチ3とピクセルバッツプロ2と 2>、はい、まあその製品を使ったジェミ,、はいミ,ね、ミニが全部で使えますみたいな感じで発表会の中でも。 半分ぐらいは AI でしたかデモもありましたね。デモをあのライブでやるっていうのは <laughs> 結構久しぶりに見たかもしれないです。<ー>最近やっぱもう,う、ね、アップルも昔そうだったんですけど最近もう全部レコーディングなんであんまああいうなんかス,タジオス,タジオステージに出てきて <laughs> あの実際につないでグリーンを見せながら <laughs> あの見せるっていうのがめっちゃ久しぶりに見て。 結構失敗とかもみんなざわついて3回目で成功して結構パチパチパチみたいになってましたやっぱ AI だとそういうのもありますよね毎回ちょっと違う結果が返ってきたりするかもしれないので多分発表者の方が一番ドキドキしてたんじゃないかと思うんですけどうまくいってよかったです、無事に。そんな感じで あとは発表会は個人的にすごい盛り上がったジミー・バトラー選手がいきなり出てきて、はい。 マイアミヒーーツのススパタですね何しに来たのかわからなかったんだけどアドミをデモしに来てくれた。でもアフターパーティーにはもしかしたら来てくれたかもしれないですね。と思うんですけどそのアドミっていうのが日本語だと一緒に写るんでしたっけそうですねグループで写真を撮るときにどうしても撮影者の人がカメラの後ろに行っちゃって完全に全員で撮れないっていうところがあるからそれをまあ みんなで取れるみたいな感じにするために、なんかちょっとあれって AR 的な感じで、若干 3D スキャンしてで、ただのそのなんていうんですか、コピペじゃない感じですよね。ちょっと 3D のスキャンがあって。 であの撮影者を交,換交代したりとか他の人がはけて一人だけ入ったとしてもとりあえずなんか全員が一緒にいるみたいな感じで合成してくれるっていう機能があって、まあ、それのデモのために <laughs> まあセレブと写真一緒に撮りたいみたいな感じのあ,、ねはい、あれかもしれないですけど <laughs>、はい,そういうサプライズだったたりしましまね由香、ねはい、さんはデモを、ね、何個かキノ、はい、との後にあったデモをいくつか体験されましたけど。はい そうですねジェミニーライブ、うん、これが、えーとまあ、チャット g p t 4 o みたいな音声アシスタントなんですけど、はい、アシスタントって言うと Google アシスタントもあるからちょっと若干ややこしいんですけど、まあ、ジェミニーと結構自然な感じのペースだったりとかニュアンスで会話ができて、うん、いろんなこう話を本当になんかポン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 って人間とするみたいに返し合えるみたいな。はい うん、感じの新しい機能ですでこれを試したりするブースがありました、うん、んか本当にそのボイスだけでなんだろうなんか今夜の夕ご飯のメニューどうしようみたいな感じの相談をしたりとか、はい、あとあれですねピクセルバッツプロ2の中でもそのジェミニライブを直接呼び出せるので。 バッツプロのブースでもそれをちょっと体験したりしましたね。 いやバッツプロ結構私すごいいいなと思ってて結構バッツプロのあのブースがノイキャンが体験できるところとかジェミニが使えるところとかあと実際にゆかさんがね走ってトレートミル走ってそれでもまあフィットだけですよみたいなのとか結構力入れてるなっていう感じがありましたね,そう,ねそうそう、うん、なんかそのハードウェアとしてももう持った瞬間結構あ軽いっていうのが第一印象でケースも軽いしその イヤーバッツ自体もすごく軽く軽て、うん、本当に何か圧迫感がないっていうか重みがないから疲れないし何かそのキュッて何かツイストして耳にフィットさせる機構みたいなのもすごい面白いなと思って運動するみたいな時にあんまりこうなんだろうなんかちょっと激しめの運動する時はキュッて回して何か耳の何て言うんですかこうなんか折り目みたいなところに。 はい、入れ込むみたいな感じのことをしてでもそれだと割とぎゅって入るから、うん、あの必ずしもそれだけが正解じゃなくて普通の向きに戻すともうちょっとなんかライトなフィット感になって、まあ、いつものなんか家事してるとか普通にただ歩いてるだけとかだったらそ,、ね、そのフィット感で使い続けるみたいなこともできるっていうなんか2つの種類の使い方があったりとかするのもいいなと、ね、あとホームもね。あ、あそそそそう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 ホームはあのー 動画の中ではちょっと紹介しきれなかったんですけどあとそのキーノートの中でもその日には発表されてなくて多分、ちょっとだけ前に別で発表があったみたいで Google Nest の新世代9年ぶりのデザイン刷新って言ってて<ー>うちにも実はね3世代目なのかななんか古いネストが。 あるんですけど、うん、新しいやつがすっごいデザイン綺麗で、でしたんなんかめちゃめちゃ高級感あるというか、アートみたいな感じで3色あって、あれはすごくいいなと思いましたね。でもちょっとさひろさんともさっき話してたんですけど、スマートホームにしたいんだけどちょっと。 ホームがちょっと若干アホだから <laughs> いくらスマートなのアクセサリーをつけても宝の持ち腐されるという感じですねモチーフされになっちゃうからちょっと一旦ホーム自体があのスマートになってほしいというのありつつそう、ね、な感じそんですねあとは、まあ、ピクセルはどうでしたか4機種出ましてなんかあの後ろのデザインがピル型になっててなんかすごく これもなんていうのかめっちゃ綺麗。あ綺麗でしたね、うん、私は昔のバーのやつより好きですねあっちの方が。そうあとテーブルに置くとガタガタしないそうそれが事ですよね <laughs> そ,うそうそう気になりますよねそうなんですよあの、うん、片方に寄ってるカメラバンプだとガタガタするんですよねそそうう。だからあのバー状のやつはやっぱその面でいいかなと思いますね、うん、でも結構 あ,のあそこの出っ張りって角張ってるじゃないですか出っ張り自体がはい、はい、だからそこの傷具合とかはちょっともしかしたら気になるんですがケースも結構良さそうだったんでそうそうさっきね、うん、あのエクスパートの方がケース込みでなんかコンプリートみたいな感じでケースをつけるとあの出っ張りのところがスムーズな感じになってより綺麗というかその出っ張りのところが傷つく心配もなんかあんまなくなりそうだなっていう。うん 感じだったりジェミニ,ェミニは一部が日本語だと使えなかったりとかするんですけどでも結構、言語対応早そうな気もするんですがまだいつとかは出てないですけど、まあはい、言うてもグローバル企業なんで、うん、早く対応しなきゃっていうのは、まあ、もちろん分かっていると思いますし、はい、頑張ってくださっていると思いますね。ジェミニの,あのアクションというか Google のいろんなアプリがあるじゃないですかカレンダーとか、はい、キープとか Google ドック、Gmail とかいっぱいあるんですけどそれとつながって使えるのがすごく便利そうでなんか例えば Gmail で昔来たけど何やったっけみたいなのをジェミニーに聞いて。 あの,あの人が行ってたやつ何でしたかって聞いたらもう G メールの中で検索して教えてくれて、うん、例えばなんかおすすめのレストランを行ってたんだけどなんだっけ言って言ったらこれでしたよってレストランを教えてくれるだけじゃなくそれを Google マップで表示するとかっていうのができるのがすごい良さそうだなと思いました。うん、で今のところあのサーードパーティーアプリは 対応していないので、はいえっと、ファーストパーティーだけのグーグル製のアプリだけに対応してるんですけど、うん、多分いずれはサードパーティーのアプリも開放されると思うのでそうするとまたさ、ね、らに便利になりそうだなと思います、はい、アップルインテリジェンスとかはサードパーティーを最初から開放しているので、うん、その辺の差はありつつでもグーグルのファーストパーティーめちゃめちゃいっぱいあるから結構網羅されちゃってる,ってる、うん、そうですよねそうなんですよ だからそこの違いがあるし、うん、使い心地をまあ比べてみるのも楽しみですね。はい、両方とも今のところ英語のみっていうのが多いですけど、まあ日本はね、まあ大きいマーケットなので、ですねうん、日本語対応が難しいのかもしれないですね。日本語が難しい、ね、そ,うそうですね、うん。頑張っていただきたいな <laughs> 感はい。そそしてスターラインというプロジェクトというか製品がありまして、今回のキーノートでは出てこなかったんですけど、IO で も発表があったそうでカンファレンスのシステムなのであんまりこの消費者が買えるみたいなもんじゃないんですけど Google Meet をする時になんか専用の結構大きいなんかホワイトボードみたいな大きさの,あのモニターがあってそこにカメラがなんか6個ぐらいついててでそのカメラが私のことをめっちゃスキャンしててリアルタイムに。3D みたいな感じで相手が ホログラムに見えるという,うんなんかすごくてすごいでそれをなんで 3D で見えるかっていうとえそもそも 3D に見えるためには左目と右目の示唆がないといけなくて大体いいそれを作るためにみんなグラスとかヘッドセットをつけるじゃないですか、うん、でもこのスターラインはなんか目に直接ビーンってなってるらしくてい <laughs> どういうことなのかちょっとあんまり理解できてないんですけどえ本当に魔法のようで。 結構私はビジョンプロ並みもしくはそれ以上に感動しましまたビジョンプロはねでもあの実際にデバイスつけてもす,すごいんだろうなって思いう感じはいすけど、ねね、かぶってるっていうのでなんか普通理解できるじゃないですか、はい、あのあこのディスプレイはすごいなみたいな感じだけどなんかあれは本当に魔法のようで<ー>めっちゃちょっと言葉を失うぐらいびっくりして <laughs> <い>しまいました。そうだから要するにビジョンプロのペルソナが ヘッドセットなしで使えるみたいな相手の目を見てる感じの姿勢になるんですよね<ー>なんか目が合ってるんですよ 3D スキャンされたモデルみたいなのがなんか多分その目のトラッキングみたいなのもしてるから目が合ってる風になってるらしくてすごい本当になんかもうちょっと理解が追いつかないぐらい感動しました<ー>ただこれが目に直接ビーってやってるから映像で映せないんで, <laughs> ですよ、ね、そう なんかそこだけがちょっと伝わりにくいとは思うんですけど来年、そう来年多分企業さんが買えるようになるのかなで今もなんか結構、セールスフォースとかテストで使ってる企業があったりとか Google の中でもあのミーティングに使ったりしてるらしくてでも本当に Zoom とかそういういテレビ会議とはもう全然違うこのリアルさやっぱペルソナで私たちフェ,ルフェイスタイムしたじゃないですか。あれみたいな感じの なんか近い,近いっていうか、えー、うんなんか、えすっごい目合ってるんだけどしかも知しかも知らない人うそうそうそう、なんかそうデモしてくれた、初めて会った方があの別の部屋に行ってやってくれたんですけど、あれはびっくりしましたね。そうだから、なんか、結構その VR みたいな、ヘッドセットのない VR みたいな感じだったんで、<ー>あもしかしたら、グーグルは。 そういういなんかヘッドセットとかグラスよりもこっちの方向に行くっていうかじ切りなのかみたいなのもあったの思ったんですけどでもこの前あれいつでしたか昨日なんかの話でねグラスをはずっとやり続けてる、うんはいうん、っていう話も聞いたので多分いろんな形でねその次のテクノロジーのことを考えてるんだろうなと思って、うん。 いや面白かったですね本当になんか文化祭みたいなスタッフの皆さんのノリもねすごい文化祭を彷彿させて私たちがやったやつ見てくださいみたいな感じですごいうしそうにしてそれがねパッションがありましたね。という感じでちょっとざっと今週のエピソードは現地から感想っていう感じでした。また実機レビューとか いろいろやっていくのでもし気になることがあればぜひコメントで教えていただければと思いますじゃあ今週もゆかスタポッドキャストを聞いていただきありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょうバイバイ,バイバ